こんばんは、アンソニーのほろ酔い雑談へようこそ。今日はアンカーオールドフォグホーンをいただきます。今日はですね、かなり雑になると思います。ちょっと動画を撮ろうとたった今思いついて、何の下調べもせず撮り始めたので、これはなかなか地ビールって感じで、すんごいね、琥珀色が強いですね。うお、めっちゃうまそう。この泡の感じわかるかな、映像で。今10月16日の深夜ですね、2時を15分ほど回ったところです。例のアップルのスペシャルイベントがもうすでにプレゼンが始まってるところですね。今日は HDR-MV1 で撮ってるんですけれども、このカメラのいいところはですね、前に言ったことあるかな、とにかく長時間回せるっていうことなんですよ。このイベント約2時間あるんですけど、多分その2時間の間ずっと回しっぱなしにしてても多分大丈夫です。バッテリー的にも、熱処理的にも。で、それと、あとこれ多分言ったことないと思うんですけど、データが軽いんですよ。こういった、GH4 なんかに比べると格段にデータが軽いので、編集が割と楽ちんですね。そういうメリットもあります。これはね、これもね、前に少しお見せしましたけれども、アメリカのビールなんですけれども、ワインのように度数が高く味わい深いビールだそうですね。度数が何パー？アルコール度数 9.4%。 これはなかなか飲み応えがありそうですね。ではいただきます。うまいわ。これね、ワインのようにっていうのは誇張じゃないですね。ほんとそうです。すごいフルーティーで重口の白ワインを飲んでるような感覚かな。そんな感じです。うまい、これはうまい。で、問題はね、これ今からもう15分ほど過ぎてるんで、あと1時間45分ぐらいあると思うんですけれども、お酒を飲み出すと途中で寝落ちしちゃうっていう可能性がありますが、まあもうお風呂も入ったんで、のんびりいけるかなと思いますけど、今はまだ振り返りですね。今までの業績とか中国で発売するとかそんな話をしてますけれども、今日発表されるのは、新しい iPad Air かな、まあ、iPad 系のものがリリースされるのはまあ 100% 間違いないっていうところなんですが、私ね、別にそれは全然興味ないんですよ。ないんですけれども、新しい MacOS の寄せみてが、今出ましたね、ちょうど、発表されるだろうと、まあ、要はリリースされるだろうと、早ければこのイベントが終わった数時間後とか、もしくは1週間後ぐらいに寄せみてがリリースされるっていうような発表があるんじゃないかなと思ってるんですが、私その寄せみてもそんなに大して思い入れがないんですけれども、今日もしかしたら新しい iMac が発表されるかもしれないという噂があって、で、しかも 4K もしくは 5K に対応したレティーナディスプレイの iMac が発表されるかもしれないという噂があって、で、私はこれまだ買って1年ちょっとぐらいしか経ってないので、すぐ買い替えるつもりはありませんけれども、一番個人的に期待しているのは、iMac が 4K 対応になって、で、ついでに iMovie が 4K で編集できるようになったらいいなっていうのをめちゃくちゃ期待してるんですよね。で、願わくば
その iMovie が 4K 対応になって、要は旧世代の iMac でもアップデートすれば 4K で編集できるようになればいいなと、まあ、めちゃくちゃ期待してますね。今こうやって GH4 を買って 4K 撮れる環境ができたんですけれども、それを編集する環境がないんでね、うん、4K で撮った映像をお見せしたいんですよね。で、実はですね、iTunes ギフトカードを今買い貯めてるんですよ。なんか 5% オフとか数パーオフっていうことがあるたんびにですね、3000円とか5000円とか、買い貯めていって、今ようやく2万円ほど貯まったんです。まあ、貯金みたいなもんですよね。まあ、一気に、高いのを買うとすごく負担を感じるので、で、それでようやく貯まってきたので、ファイナルカット10 Pro ファイナルカットプロ10をもう買おうかなと思っていて、で、今回その iMovie が 4K 対応にならなかったら本当にファイナルカット、もう買っちゃおうかなと思ってます。まあ、今日は話がいろいろ飛ぶと思うんですけど、YouTube って本当不思議なもんで、最初の頃はね、本当ただ家でポツンと一人カメラに向かって喋ってるっていう感覚でずっとやってきたんですけれども、しばらく続けていくとですね、本当にこう見てくれてる、まあ見てくれるであろう人に向かって喋ってるような感覚になってくるんですよ。これ本当不思議なことだと思うんですけど、ちょっとね、今 iCloud の説明してますけど、なかなか今日すごいスローペースですね。なかなか新しい商品とかポンポン出てこないんですけど、今日ね、すごい嬉しいコメントいただいたのでちょっと読んでみようかなと思うんですけど、ちょっと長いコメントなんですけどね、大輔林さんっていう方から、アンソニーさんと同じアラフォーな広島人ですということで、まあ非常に嬉しいコメントをたくさん書いてくれてて、要は私に感化されて、MDR-1A DAC を本日から使い始めてますということで、ソニーの新しいダック内蔵のヘッドホンですよね。めっちゃ羨ましいな、っていうのを買ったり、まあ、元々オーディオ好きらしいんですけれども、ちょっとまあ忘れかけてたオーディオを改めてやってみようかなみたいなことを書いてくれてますね。ちなみに私広島に住んでたことがありまして、3年半ほど個人的には第二の故郷だと思ってます。もう機会があれば遊びに行きたいと思ってるんですけどね、まあ、こういうコメントは本当に嬉しくてですね、まあ、正直最近ちょっと全部お返事するのがなかなか難しくなってきてるんですが、まあ、頑張ってコメント返していきますけれども、少なくともね、もう 100% 目は通してますから、もう本当にいつも皆さんコメントありがとうございます。また改めてお話ししようかなと思ってますけれども、つい先日チャンネル登録者数が1万人を超えまして、やったなって感じですね。まだまだ道半ばですけれども、まあ、一つの通過点を過ぎることができたなっていう感じですね。なかなかね、新しい iPad とかヨセミテの話が出てこないですね。この間のXperia Z3 コンパクトの、体験会のレポート、動画2つ上げましたけど、いかがでしたかね。自分なりには結構頑張って編集したつもりなんですけれども、やっぱりちょっと全てにおいて一長一短なんですよね。 Z3 コンパクトというハードだけを考えればもう文句がつけられないぐらい素晴らしいと思うんですけれども、残念ながらドコモからしか出ないっていう致命的な問題がありますし、今のドコモの料金体系めちゃくちゃ高いですからね、ふざけんなっていうぐらい、格安 SIM を使えればね、もっと安くいけるんですけど、 Xperia Z3 コンパクトは欲しいし、で、スマホ選びで散々選んで悩んで悩んで悩んだ結果、最終的に何をポイントに決断すればいいのかなって最近考えるんですけど、本当ね、バカバカしい話なんですけど、コンパニオンのお姉ちゃんで選んでいいんじゃないかなっていうふうに最近思ってまして、
何でしたっけ、しばらく前に幕張かなんかでイベントがあって、ソニーのエクスペリアのコンパニオンのお姉さんがこう胸元にエクスペリアっていうシールかなんか貼ってて、それがすごいね、ツイッターとかでも話題になってましたよね。まあこの辺に写真貼っときますけど、まあ、あの時点で僕の中ではエクスペリアにぐっと近づいたんですよ。で、今回見てきた Z3 コンパクトの体験会、大阪の難波で見てきたんですけども、その時のこの女の子もね、まあ、この辺に写真出しときますけど、めっちゃ可愛かったんですよ。顔も可愛いし、スタイルはいいのはもちろんなんですけど、めっちゃいい子だったんですよね。なんでね、もう、スマホはお姉さんで決めていいかなって、最近はちょっと思いかけてます。本当にね、炭酸は入ってるんだけど、白ワインっぽい味わいです。はうまいわ。ああ、もう30分経ちましたよ。全然。今日は本当スローペースですね。長いよ、ほんと。小芝居だけで何分やるんだって、ほんとその通りですね。ちなみに今、アップルのイベントの生中継を見ながら、バックスペースさんっていう公開生放送の中継、ポッドキャストですね、も聞きながらやっております。非常にわかりやすいんですよね、解説が。ちょっと休憩。おお、来たね。ヨセミテ、トゥデイです。なぜピースだったんだろう、分からんけど、トゥデイです。トゥデイリリースですね。お、アイワークもフリーになりました。アイワークがフリーって結構嬉しいぞ。さあ、ようやく iPad の話になりました。ここまでもう40分近く経過しております。ところで、瀬戸さんはもう寝てるらしいんですけど、ジェット大介さんは見てるみたいですね。クックさんの魔女みたいなウィスパーが怖いって書いてますけど、ツイッターで。まあでも iPad も、まあもちろん関心がないわけじゃないんですよね。例えばスマートフォンを Xperia に変えたとしたら、やっぱりその分、タブレットを iOS でやっぱキープしたいんですよ。完全に Android に移行するっていうのはさすがに無理なので、今私使ってるのが iPad mini の初代なんで、まあね、これね、大概買い替えたいんですよね。だいぶ反応が悪くなってるんで、すごいね、遅いんですよ、もう今考えると。なんで、スマートフォンはエクスペリアに行って、iPad を新しいものにリリースするっていうのをしたいんですけど、どんだけ金があっても足りないですね。ちなみに昔の動画を見てくれた人は知ってると思うんですけど、私、初代 iPad、もう今思えばすんごいでかいやつですけど、あれを日本で発売される前に、たまたまなんか海外に旅行に行くっていう友達に、海外で買ってきてもらって、日本で発売される前に自慢げに使ってましたね。ちょ、俺結構赤いんちゃう、顔。結構ね、酔っ払ってきてかなり熱いんですよね。
iPad のデモ映像が始まりました。多分鉛筆より薄いっていう表現をしたいんでしょうね。なるほど、確かにすごいな、鉛筆より薄いっていうのは。 iPad Air 2が発表されました。鉛筆？鉛筆も鉛筆なんか家にないですもんね。ちょっと比べるものがないですけど、これ Xperia タブレットと違う薄いんですかね。鉛筆の分厚さってどんなんやろ。はい、フィルシラが出てきました。6.1mm 18% 薄くなりました。これだってそんな分厚くないぞ。これ8ミリぐらいかな。ほんであれですね、いきなりさりげなくゴールドで出てますね、 iPad Air 2が。やっぱり中国市場は無視できないんでしょうね。そうね、初代 iPad と分厚さ比べてもあんま意味ないですよね。Xperia タブレット何ミリや。あー本当だ、Xperia タブレット Xperia Z2 タブレットは 6.4mm だ。タブレットコンパクトは Xperia Z3 タブレットコンパクトは 6.4mm だから、確かに iPad Air の 6.1mm が世界最薄ってのは本当ですね。パフォーマンスはかなり良くなってるみたいですね。 A8X というエンジンを積んでるみたいですね。ああなるほどね。 iPad Air 2はさっき言ったように 6.1mm なんですけれども、2枚重ねても初代 iPad より薄いらしいです。あとはカメラ機能のバーストとかスローモーションとかが撮れるっていうのをやってますけど、まあ、これ iPhone6 でも
Mac mini が約5万円っていうことは、ちっちゃなディスプレイを2万円ぐらいで買ったら7万円でオーディオ用の環境が作れるんですよね。いただきます。ていうか iMovie 来ないのか、 iMovie。ムービー来てよ。なんかね、もう、あ、終わった。もうまとめに入ったかなと思ったらもう終わっちゃった。ただいま午前3時20分、終わっちゃいました。iMac が 5K に対応してレティーナディスプレイで2500ドル、約25万円っていうのは確かにコストパフォーマンスは高いんですけれども、今回全体的に全くサプライズ感がなかったですね。イベントの中では割と小さなイベントだと思うので別にサプライズがなくても仕方ないんですけれども、ちょっと物足りなさ感はかなりありますね。なんか今日出てきた中で、なんだろう、少なくとも無理してでも買いたいと思わせるものはなかったですね。本当に順当にアップグレードしたっていうだけっていう感じかな。でもさ、iMac が 5K に対応したのに iMovie がアップデートしないなんてありえるんですかね？なんか iMovie はなんかサイレントアップデートされそうな気はしますけど。でも iPad mini の初代から iPad mini 2とかに買い替えるのはありかなっていう気はしますけど。そんな感じで、これね、編集でどれぐらい短くできるかわかんないですけど、すいません、ちょっと酔っ払ってきたので、あとは速攻寝たいと思います。非常にうだうだな動画ですいませんでした。おやすみなさい。